コカイン。コカインは、コカの木に含まれるアルカロイドで、極所麻酔薬として用いられ、また精神刺激薬にも分類される。無色無臭の中上結晶。1885年に初めて単離され、19世紀後半から20世紀初頭には、広く販売されていたが、後に国際条約で規制され、麻薬に関する単一条約による規制に、 引き継がれている。日本の麻薬及び、抗生新薬取締法における麻薬である。トロパン骨格を持ち寄るニチンより生合成される。医療用医薬品としては、安定な塩酸塩として流通している。コカペーストは、中南米の原産地で製造される、荒い抽出物である。原料のコカの木は主に人里離れた、山岳地帯の畑で密かに栽培され、 現地の農民が手作業で葉をむしって袋詰めする。コカの葉は、密林の中に隠された、作業場に集められ、細かく破砕され、溶媒となる石油類に浸して攪拌し、麻薬成分を溶出させる。これに、気流酸を混ぜた後、アルカリで中和し、上積みをして、沈殿物を集めて乾燥させ、コカペーストが製造される。石油や硫酸などの溶媒に汚染された。 非合法のコカペーストはしばしば毒性を持つ。農民から買い取られたコカペーストを酸で処理し、カマンガン酸カリウムで不純物を取り除き、ろ過して、コカイン濃度を高め、生成したものがコカインである。クラックは米国でよく使用される形態で白い塊になっており、これはコカイン塩酸塩を重曹と混ぜたもので、気化しやすく吸入で使われる。粘膜の麻酔に効力があり、 局所麻酔薬として用いられる。この作用は、電位依存性ナトリウムイオンチャネルの興奮を抑えることで、感覚神経の興奮を抑制することによる。また、中枢神経に作用して、精神を高揚させる働きを持つ。また、コカインを摂取、内服、静脈注射した場合、中枢神経興奮作用によって、快感を得て、一時的に爽快な気分になることがある。 このコカインの中枢作用は覚醒剤、アンフェタミン類と類似しており、モノアミントランスポーターの阻害により、カテコールアミンを有利させ、脳のカテコールアミン作動神経に作用するただと考えられている。コカインを人が摂取すると、代謝産物として、例えば、ベンゾイルエクゴニンが生ずる。このか、コカインとエタノールとが体内に共存していると、体内で、 コカエチレンが生成する場合もある。医療用では、表面麻酔薬として粘膜には5から10%溶液、天眼には0.5から4%溶液、外用には1から5%の軟膏として用いる。乱用の場合、微粉末をガラス板などの上に出して、ストローなどで鼻孔粘膜から吸引する、スニッフィングスノーティングか水溶液にして、静脈注射する。 コカインは薬物依存症の原因となる。コカインによる依存症は極めて強い部類に含まれるが、主に精神的依存であり、身体的依存は弱いと言われる。なお、コカインの中毒症状、精神刺激薬精神病には服用を中断し対処する。依存症専門家による投票、スコア付きでは、コカインの精神依存性は3.0点満点中に、 8点、身体依存性は、精神依存性の数値の高さに対し開きがあり1.3点となっている。比較として、タバコ、精神依存性2.6、身体依存性1.8、アルコール、精神依存性1.9、身体依存性1.6となっている。また、同資料における社会的損害となされている、平均スコアの比較では、ヘロイン、2.54、アルコール、 2.21コカイン2.17タバコ1.42となっている。では強い多効間のため短期間の使用でもコカインに依存しやすく効果が短いため頻繁に使用することになりやすい。物質乱用のコカイン乱用では数週間から数ヶ月と使用しない期間があり依存ほどにはなっておらず問題を起こさないコカインの使用もするが 問題のある使用を時に起こす。アンフェタミンによる精神病性障害と類似しており、被害妄想が起きたり、人の顔色を誤って認識することがある。昆虫や虫が体を張っているという妄想から、体に引っかき症を作る場合がある。コカインの過剰摂取は、心疾患及び脳損傷を引き起こすことがある。例えば、脳内の血管を狭窄させ、 脳卒中を引き起こし、動脈を収縮させ、血圧が上がることで心臓に負担がかかり、心臓発作引き起こす。コカイン依存者の幻覚に、俗に、コークバク、英語、コークバクズコカインの虫という意味、日本語でと呼ばれる虫が、皮膚の上を張ったり、皮膚から出てくるように感じる症状がある。 妊娠中のコカインの摂取は多くの有害な影響を及ぼすことが知られています。妊婦がコカインを使用した場合、胎盤が子宮から離れて出血を起こす胎盤剥離のリスクが高くなります。コカインは再起形性物質、英語、テレトジェンスであり、胎児の帰形を引き起こす可能性があります。子宮内でコカインに湧く、さらされることは知的障害。 子宮内胎児発育遅延、英語、ヨガー、先天精神疾患を引き起こす可能性があります。麻薬に関する単一条約で規制されている。アメリカやヨーロッパの各国で麻薬として、所持や使用が規制されている薬物の一つである。日本でも麻薬及び、抗精神薬取締法で、規制対象になっている麻薬である。1855年。 ドイツ国のが初めてコカの歯から管理し、学名からエリスロキシリンと命名。1859年、ゲッティンゲン大学のフリードリヒベラーモンカノが管理法を改良し、翌1860年に詳細な性質を報告してコカインと命名。ニーマンはマスタードガスの発見者でもある。発売当初、コカインはモルヒネ中毒の治療薬として宣伝されていた。 1880年代のイギリスでは一般人でも容易に入手可能であり、ハロッツではコカインとモルヒネと注射器がセットになった寄付ボックスが販売されていた。当時のロンドンを描いたシャーロック・ホームズシリーズの主人公、シャーロック・ホームズは初期の作品でコカインの7%溶液を自ら引か注射するほどの依存症であり、 相棒で医師のジョン・ H ・ワトスンの働きかけによって使用を止めているものの、ワトスンからは再発を懸念されている。コカインの性質が十分に理解されていなかった頃には依存性がないと考えられたために他の薬物依存症の患者に対しコカインを処方することで治療できると考える者も,もいた。著名な心理学者であるジークムント・フロイトもこのような考えから 自身及び他者に対してコカインを処方し、他者に重大な依存症を引き起こした。フロイトはコカインに舌を麻痺させる性質があることに気づき、そのことを眼科医、カール・コラーに話した。コラーはコカインの性質が目の手術に応用できるのではないかと考え、自分の目にコカインの溶液を刺して角膜をピンセットでつくという実験を行ったところ、 圧力以外は何も感じないことが判明した。コラーの局所麻酔は世間の認めるところとなり、コカ・コラーとして有名になった。その後、コカインを使った局所麻酔は歯科や下科などに普及した。清涼飲料のコカ・コーラはもともと発明者のジョン・ペンバートン自身が患っていたモルヒネ中毒の治療薬として開発したものであり、うつやヒステリーの治療薬として、 消費を伸ばした。コカ・コーラには20世紀初頭までコカインの成分が含まれており、薬局などで売られていた頃は、ドープ、ドープという麻薬の俗称で呼ばれていた。コカインの有害性が明らかになると、1903年コカ・コーラはコカインの使用を中止し、代わりにカフェインが用いられるようになった。しかし、規制後もコカインは裏で流通し続けていた。アメリカでは、 ベトナム戦争時にアメリカ軍兵士が日常的にコカインを摂取しており、ベトナム機関兵がアメリカ国内にそれを持ち込み深刻な社会問題になった。1970年代前後のアメリカではコカイン摂取はベトナム機関兵や裕福な白人層の娯楽として用いられるようになった。特にシリコンバレーを代表とするハイテク関連企業の技術者や その家族がコカインをしばしば用いていたとされる。1980年代に入り、コカインの供給量が増え、その路上販売価格が下がると、コカインの摂取は貧しい人々や若者にも広がるようになり、深刻な社会問題として表面化している。1970から1980年代にかけて、パブロ・エスコバル率いるコロンビアの複合犯罪組織メデジンカルテルの台頭が、 全世界のコカイン市場の大半を牛耳るようになると危機感を抱いたアメリカはこれを壊滅させるべく国家安全保障局や中央情報局による情報活動の上アメリカ軍を派兵し連日にわたる拠点の空爆やミサイル攻撃、銃撃戦が繰り広げられた。またその様子は各国の TV や新聞等のメディアでたびたび報じられた。2000年代までに メデチンカルテルやカリカルテルなどの大型麻薬組織は撲滅されたが、麻薬組織は細分化して存在し続けている。2017年には、コロンビア最大の麻薬犯罪組織クランデルゴルフォーの一斉捜索が行われ12トンものコカイン、末端価格3億60ドル、過去最高を更新が押収されている。2009年、世界中でエナジードリンクとして販売されている。 レッドブルの姉妹品、レッドブルコーラから微量のコカインが検出され、ドイツでは販売が禁止された。2015年から2016年にかけての米国、マイ疾病対策センター、CDC によると、コカイン中毒種の数は何年もの間変化がなかったが、2015年から2016年にかけて52%激増した。この傾向は、 連邦政府による最新のデータでも続いている。現在、年間約1万3000人がコカインで亡くなっている。2017年の米国では過剰摂取により、ヘロインで1万5900人以上、コカインで1万4500人以上の死者を出している。2017年の英国では、コカインに関連する死者数は432人となっている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。